はい、こんにちは。今日はね、ちょっとここでね、簡単なお話、ご説明したいと思います。よく来る質問ですね。でありがたいことに、YouTube ですねを結構だから一動画はね、今昔ね100いかなかったんですけど、恥ずかしい話100いかなかったのが、今ミンダナオの動画とかで2500回とか、まああとガイドをしてる方2人ね、の動画とかもね、まあ3000はいかないぐらいですけど回ってくれて、それのおかげもあって、まあちょこちょこね、パプアンバスとかね、まあバラマンディワイルドが釣りたい、野生のが釣りたいって方のね、お問い合わせをいただいてありがとうございます。はい、で早速ね、ちょっと前の動画でね、ミンダナオのに18キロのね、パプアンスポットテールバスを狙いに行くっていうので行ってきました。で、ミンダナオと聞くと結構まあ、危険、ゲリラとかね、反政府のがっていうのが、まああれがね、ドゥテルテがなる前とかなので、2015年とか、ダバオとかだとドゥテルテ市長だった時にね、大統領になった時に、まあ、薬物中毒者は皆殺しにせえみたいなことを言ったりとかで、まあ、その時2016年あたりが、まあ、フィリピン危ないよねみたいなことを騒がれてたんですけど、まあ、今2024年で、僕が、ね、行く川、ミンダナオといっても北部でムスリムというよりはクリスチャンが多いような地域です。でなので、まあ、比較的、大きい都市だと、まあ、このネグロスなんかよりもちょっと裕福だったりね、あとはいろいろ沼毛でにはないようなコンドミニアムが建てたりとか、ちょっとね、まあ、マニラ、セブ、ダバオに、近いような町なんかに行ったりしてます。はい、まあ、もちろん田舎町まで行くんですけどね。でも、まあ、意外に何もなく、まあ、すごい人も親切で、食べ物も、まあ、美味しいかなっていう感じです。はい。で、ミンダナオは18キロを目指しましたけど、まあ、動画にもなってるように、まあ、初めの2日間、4日間実況があって、初めの2日間、まあ、場所はね、間違ってなかったんですけど、まあ、僕が結構ずっとトップ打ってた、トップ、ね、フェンシーね、で打ってずーっと移動してたんで、なかなかね、全く反応もなくてなってなかったんですけどね。で3日目にね、行った釣り場でね、ある男の子に会ってね、なんかもう死に、まあ、激流のとこでね、流されながらもね渡って、で その子が言うにはね、すごい流れ込みの中にこういうのを投げてね、潜らせて行くと。でまあ実際ね、それで釣れたんですけど、1キロぐらいのまで、もうね、これが6メーターぐらい潜ってるんですよ。で手前回収したところでも4メーターぐらいまで糸がね、あったので、まあそれぐらいまで潜らせて、コツコツ当たりがあるかなというので、でまあ実際ね、もう漁師が仕掛けてる仕掛け、漁師っていうか、まあ遊びみたい、なんだろうな、まあ打ち込みみたいな仕掛けなんですけどね、まあリーダーは、リーダーというかナイロンはね、もう100ポンド超えるようなものばっか使われていて、PE とかもね、8号とか10号とかの PE が、まあ捨ててあったんで、まあ本当にね、そういう感じで、でまあ実際ね、現地のアングラーは18キロ取ってますね、12キロとかね。でもでっかいこんな写真なんですけど、まあ、そういうのを見て行ってきましたが、結果僕はまあまあ、それはね、ガイドもつけずに Google の写真だけでね、ポツポツ回ってたらね、回るだけで時間来てね、まあ一匹取れただけでも良かったかなと思うんですけど、なのでまあ今後、まあ、もしもう18キロ狙いたいとか16キロね、狙いたいとかいう方がいらっしゃったら、まあその実際に釣ってるガイドとコンタクト取って一緒に行ってみましょう。で僕もまだまだ全然やり残してるんで、むしろ一緒に行きたいぐらいなので、まあまあご連絡ください。はい、
あとはね、ミンダナオは僕がレンタカーして一緒に乗ってってもいいんですけど、ちょっとね、ほとんどはね、川はね、船入れないんですよ、その大型がいる場所はね。船がないから、車を止めて川場まで行くときにバイクが必要なんですよ。まあ車だとね、1時間とか歩くことになるので、バイクだったら、まあ走っていけるんで、なので、各都道府県のね、交通安全センター、免許センターかで、あれ一瞬で取れると思うんですけど、国際免許持ってきていただいたらいいかなとは思います。現地でバイクですね。心配な方もいらっしゃると思うんですけど、スクーター 125cc のスクーターで、出発は朝の5時ぐらいなので、ほとんど道走ってないですし、帰りだけ気をつけてゆっくり走っていってる感じですね。で、ホテルはエアコンがついてて、インターネット環境も良くて、シャワーとかトイレはね、相変わらずフィリピンなんですけど、シャワートイレもありますし、ゆっくり体を休めて、その川のね、泊まる場所の近くは、もうめちゃくちゃ飲食店あります。で、僕はずーっと鶏唐揚げ食べてたんですけど、いっぱい飲み屋もあるし、ありますね。ただ日本人が多く住むような町ではないので、例えばセブとかで、マニラみたいには、日本食はそんなないかなと思います。っていう感じで、ミンダナオはちょっと大型を狙いたいっていう方ですね。いいかなと思いますね。なかなか多分ね、インドネシア行っても18キロ釣れるよみたいな川ってどうなんでしょうね。僕見たことないんで、地元の人が18キロ釣ってるのは動画見ましたけどね。スポットテールだと18キロあると1メーターぐらいなんですよね。でも銅がふっと分厚くて、そういうのがね、フィリピンにもいます。はい。あとね、僕こういう釣りばっかしてて、現地の人ともね、そのパパンバスアングラとかバラマンディアングラとね、結構ね、こう針を譲ってくれとかね、ルアーこれ、特に多いのがこれ、そう、デュオの海外版のね、海魚用の宇山さんっていうプロがね、プロデュースしてるファンゴープスのシリーズ、これめちゃくちゃ人気あるんで、買ってきてください。現地のアングラーめちゃくちゃ欲しがってるのに買えないから困ってますね。はい、これ特に100ディープダイバーとトップは別にね、あんまり良くないんかな、あれ。ファングスティックっていうのがあるけど。特にこのね、100DR とか 80DR、これ120、140DR っていう、ディープダイバー系。普通のミノーがね、出てるんですけど、これ100DR。こんなのが、人気あるんで、もしね、近くで買える方とか、通販でね、岐阜のバックダッシュさんとか、あと愛知の電電マンさんとか、大阪だとね、梅田のヨドバシの上にブンブンがあるのかな、そこで取り扱いがあったりとか、東京にもどっか大きいとこあったと思います。だからね、国際空港がある都市にしかデュオがその販売拠点を置かないとかいうことなので、なんかそんなことになってるんですけど、岐阜にあるじゃんっていう話なんでよくわかんないですけど、これがね、僕より人気あるで、実際壊れないし、あとその貫通ワイヤーなので、要は青物みたいなルアーなんですよ。で、青物のルアーがいいんですけど、ケーテルとかね、はい、貫通ワイヤー、赤目で使うようなルアーねとか、そういうのは効くかなと思いますね。で、あとね、ビッグベイトっていうのは僕やってない、現地の人もやってないので、やってない釣りってバラマンディとかね、トーマンとかね、めちゃくちゃ効くと思うんで、ビッグベイトとかもおすすめです。はい、ですね。はい、で、ミンダナオはそんな感じで、次がね、よく聞かれるのは、本当タックル、何回も動画にしてるんですけど、再度ね、簡単に。竿はね、エキストラヘビー XH
あと H で長さ、あ、何でもいいです、自分で慣れてるものは。ただこれから買うっていう方だったら7フィートぐらいです。7フィート3インチでもいいし、7フィート6インチでもいいし、 6フィート9インチとかでもいいですけど、まあ7フィート目基準にしていただいたら。7フィートっておかっぱりもいいですし、あとボートも使えるんですよ。で、まあパプアンバスだけじゃなくてね、あのトーマンとかやる方は遠投必要になってくると思うんですね。なのでまあこれトーマンのプロとかもね、大体はね7フィートぐらい使ってるので、 XH の7フィートぐらい、うん、がいいかな。でリールがまあ僕正直100番これジリオン TWHD16 ポンド 100m、これに B45 巻いてます。でよくあるのが、それで大丈夫ですかって話なんですけど、もちろん、タトゥーラの400、これに僕は P5 号なんですけど、大体は6号とか8号とか、巻けるキャパがあるので、僕今ちょっと8号とか切らしててないので5号巻いてますけど、まあこれが2種類ぐらいあればいいかなって感じです。大体4号で大丈夫ですね。でリーダーは80ポンドから100ポンドです。はい。で、僕はフロードを使ってますけど、別にそこは、本当はフロードの方がいいかなとは思います。まあ、伸びない方がいいかなと思います。ただね、バラマンディの時はね、ナイロンの方がいいかなとか思ったりするので、まあ、その辺はもう任せます。そこまで大差ないかなと思います。はい。で、PE でしょう。で、スナップね。スナップで構わないんですよ。で、BKK、そう、この前ね、動画にもしてますけど、9キロと 9.5 キロ釣ったお客さん、彼も両方スナップです。で、スナップは BKK のファストスナップって今、在庫ないんですけど、スナップ。あれはね、爪が痛くならないんで、カチャンってはめれて、ただ、はまんないルアーもあるんですよ。一部バイブレーションとか、一部クランクベイトとかね。入んないのがあるんで、それにはおそらくスプリットリングとかつけてでやってみてください。ファストスナップとか、あと僕が使った中で良かったのは、ボンバラの高いんですけどね、オーボって発音するのかな、あれとか、あれは爪痛くなりますけどね、まあ、僕はもう慣れてますから、あれでも。で、あと各種ね、強いと言われてるものはいいと思います。ウォーターランドですかとか、あと、カルティバとか、ああいうのもいいですけど、まあ僕はね、結構 BKK の方で、ファストスナップっていうのがよかったかな。それでも、そのね、ナンバー4とかナンバー3とかかな。まあ、大体この辺のルアーに合う、ちょっと番号忘れましたけど、そういうので全然問題ありませんでした。で、スナップ。で、ルアーはそのこういうディープダイバー、あと忘れちゃいけないのがトップで、トップのペンシルはこの僕はレアリス使いますけど、お客さん釣ったのはラパラのプレシジョンエキストリームペンシル 127mm っていうのがあります。で値段も1500円ぐらいで結構どこでも売ってるみたいなので、それもおすすめですね。あ、そう、ラパラの僕持ってるわ。ちっちゃいのね。これ、こんなやつなんですよね。ピンと。これの100、これ107か、100、これの127とかがいいですね。うん。っていう感じですね。で、あとは、スプリットリングも、もうガンガン伸ばされてたので、危なかったんですよ。9.5 キロの時は。なのでスプリットリングも、まあ、できたらそのボンバラとかもう強力と言われてるやつをつけてください。で、針ですね、問題は、これもね、何回か YouTube の方にもアンケートとかしましたけど、まあオーナーのね、カルティバの ST66 とか STX58 とか、うん、ああいうのがいいです。で、STX58 の方が貫通力があるので、まあ、結構ね、貴重なワンバイトを逃したくないっていうものには、STX58。で、ガマカツだと、ドレブル SP、H とか XH。
で、BKK だとラプター Z っていうのがラプター Z か、ラプター Z って書くんですけど、あるんですけど、ちょっとね針が眠ってるんで、まあ、バラマンディと両方狙いますんでね、この前撮った方とか、僕も使ってるのはその BKK のバイパー4141の各サイズがいいですね。針がね、こう上向いてるんです、バーチカルに。ですごいベント急に曲がっていて、でそれで9キロ、9.5 キロもナンバー3の針でしたけどね、ひねられていましたけどね、もう問題なかったです、はい、バイパーで、あと、まあ、デコイの YS22 とかいろいろありますけど、うん、まあ、その辺で手ごろな、ね、値段のもので針ですね。で、ルアーはまあ、この辺と、あとね、バラマンディがね、こんなバイブレーションばっか来るんですよ。なので各社こういう、これレンジバイブとかですね、音がしないようなね、シリテンバイブとか、ああいうのがいいかなと思いますね、うん。で、あとね、スピナーベイトがちょっとまあ、ちょっとね、プライベートポンドなんですけどね、ピコックバスで遊んだりするときにこれあると面白いんで、スピナーベイトとかね、あると。であとはね、プロフィングミノーとか、まあ、あとこういうワーム VJ じゃないですけどね、ワーム類もあるといいかなと思います。でここのね、ワームもそのなんかもうデュオのばっかり僕言ってる、別に何もないんですけど、デュオのね、何回か説明してるね、デュオのファンクローだったかな、トラップ、クロートラップっていうのがあるんで、それは針がすごい強い、パフォーマンス用なので、まあ、そういうのはある。ちょっと高いんですよね、1個に対して1500、600円するのかな、うん、そういうのがいいかなと思います、はい。タックルはね、もう以上です。今年のね、大体5月か、まあ、6月からはね、雨降ってくると思うんで、どっちかというと、まあ、僕は6月からも釣れるんですけど、まあ、それはね、たまにね、セブンに遊びに来た方とか、マニラに遊びに来た方がちょっと釣り行きたいなっていうので、1日2日、まあ、ご案内するのはあるんですけど、あえてね、その4泊5日プランとかで、釣りだけっていうのでは、ちょっとね、その雨のリスクが高くなるの で濁っちゃうと、本当もう釣りする場所がどん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 減ってきて、バイトももう雨降った時なんか食わないんでね、ないので、まあ僕はね、そういう時はね、例えば6月から10月ぐらいなんかは、その逆にインドネシアとか、あとはトーマンとかね、ルソン、僕はね、トーマンとか行こうかなと思ってるんですけどね。であとはね、こっちではね、まあ雨降ってもね、そのマングローブジャックとかね、淡水ハタとか釣ったりして遊んでるんですけどね、っていう感じで、ちょっとその6月から10月ぐらいまではね、ツアーの方はあんまりおすすめしてません。で11月ぐらいから、去年の11月かぐらいからね、バラとかね、結構釣れるんで、まあ、その辺からどん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 今、ご連絡いただいてます。まだ日程までは決まってる方はあんまりいないんですけど、っていう感じです。で今年もまだあと4月5月秋はあるんで、まあ急ですけどね、これから来られる方、まあ、チケット取って行ってみたいなっていう方は、まだまだ寒気で、これからどんどん暑くなる感じですね。確かタイのソンクランでしたっけ、一番暑い時のね、水かけ祭り、あれも4月ぐらいだと思うんで、でこっちもね、だいたい4月5月ぐらいがすっごい暑いんですよ。まあどん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 暑くなっていい感じかなと。で釣りの方はね、逆になんかね、食わない時があったりもするんですけど、まあでもずっと潮のあれでね、僕はまあ今午前中だけで、特にちょっとね、新しい場所回ったりとかいろいろしてるんで、
なかなか魚釣りの動画は上げられてないんですけど、そんな感じで、で、なのでね、まあこれからどん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 ね、ネグロス島だけじゃなくて、ルソン島にもね、でかいのパプアンバス、パプアンバス14キロか、写真送られてきましたけど、ね、とかにいますし、レイテ島のボートでね、ニーパーってヤシのとこをね、木は打っていくようなボートフィッシング、まあ一番メジャーなやつですね、パプアンバスの釣りとしてメジャーなボートでこう下りながらね、ニーパーの方にね、トップとかこういうのね、バシ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 打ち込んでいく釣りも、レイテ島とかミンダナオ島のもう一個の川でできます。であとはそのもうミンダナオの18キロ狙うっていうんであれば、結構過酷ですけど、そういう釣りもできるようになってできます、はい。まあ、また何かご不明な点があれば、どんどん、まあ、インスタグラムがいいかな。インスタグラムで白山フィッシング、白山ね、白い山って書いて白山フィッシングって検索してもらったら出てくるので、ついでにフォローもしとってください。はい、あと YouTube もね、フォローしといてください。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。